ワンパーということで、ちさきさんルート、続きの方をやっていくんですけれども、前回でね、ちさきさんとサトルくん付き合い始めましたよ、ということなんですけれども、いや、でも、ひたすらに、やっぱ前回はちさきさんのその勇気というかさ、ね、里いなーっていうところもそうなんだけど、そっから一歩踏み出すところっていうのも、すごかったよね。はい。まあ、そんな中で、ななみさんがね、ちょっと、あ、ななみさんっていうね、ちょっときつい感じになりましたけどね、終盤。まあ、とりあえずまあ、一つ落としどころを見つけたのかなという、なんかそんな感じだったね。はい、ということで、じゃあ今回からは、ちさきさんとね、どうイチャイチャしていくのか、そして例のシーンは、どうなっていくのか、楽しみですね。じゃあ続きの方見ていきましょう。そんなわけで、その、彼女ができました。マジか。いいね、こっちの龍之介さんの、リアクションも面白いね。マジです。秘匿回線使ってそんなくだらない見えはありません。そうだな。いや、俺も嘘だと思っているわけじゃないんだが、にわかには信じられなくてな。そこまでのことか。昔からお前のことを見てきたからな。まあそうだな。一時はあまりにそういう雰囲気がないから、女に興味がないのかと思ったぞ。まあでも余裕がなかったのかもしれないな、その時は。そんなわけないだろ。まあ確かに色恋にうつつを抜かすようなことはなかったが、心を惹かれるような相手に巡り合わなかっただけだ。ならついに出会ったのか、そんないいこと。ああ、とっても素敵な子なんだ。七海に言わせれば多分俺にはもったいないぐらいの女の子だって言うだろうさ。ほう、そいつは親として会うのが楽しみだ。とはいえ真面目な話をしよう。うん。お前たちの言葉を信じてその女の子を疑うつもりはないが、俺の立場ではそうもいない。だろうな。清掃員の一お父さんとしてはな、その、まあその見かけ上というかその表面上のな、清掃員の一お母さんとしては、お父さんとしては、ちょっと、ね、まあいいよっていうね、ウェルカムって感じだけど、室長としてはな、突般の。悪いが、その子については調査させてもらう。まあそうなるわな。わかってます。突般は結婚を禁止されてはいない。とはいえ、手続きが必要になるし、ハニートラップでないかどうか、相手にもしっかりと調査が入る。リブさんなら、間違っても心配は必要ないだろうが。それで、俺たちの秘密を彼女に打ち明けるかどうかなんですが。バカを言うな。そこは、やっぱダメか。ですよね。その子、一般の子なんだろ。アストラル使いですらない。そうだな、葉月さんのルートでもね、そんな感じだったんで。まあ、ちさきちゃんじゃあきついか。はい。俺たちの存在を秘密にするのは、自分の身を守るためでもあるが、周りの人間を守るためでもあるんだ。こんな仕事をしていると、恨みを買うのにこと書かない。いや、でもさ、あれだよな、葉月さん。は、その、しっかり、話されなかったんですよ。まあ、ちょっとネタバレになっちゃうけど。ただ、ななみさん他、ね、その、大きな事件に関わってる、綾瀬さんと、ね、まゆ先輩は、一応、話してるわけだから、まあ、話してるというかね、もう、ね、話さなきゃいけない状況になっちゃったからさ、まあ、話すしかなかったんだけど、やっぱ、そっか、ちさきさんはサブヒロインルートだし、こう、そこら辺は、話さない感じなんだ。もしそのことが広まれば、うん、お前の周りも危なくなるんだ。うん、そうなんだよな。それは分かってます。みんなに言い広めるつもりはありませんが、危険だからこそ言っておかなきゃいけない気もするんです。まあな、そういう気持ちは理解できるが、うん、お前も今までうちで働いてきたんだから、秘密を保つ覚悟ぐらいはあると思っていたが。もちろん覚悟はしてました。ああ、いや、してるつもりでした。だが実際に好きな人ができてみると驚くほど不安になって。不安？あの子は明るくて素直で、一緒にいるだけでも周りも笑顔にしてしまうような、ものすごく空気の読める子なんだ。ま、お前と付き合えるような子だからな。そうだよな。なかなかにこう里い子じゃないとな。そんな子だから強がるように自分の中に不安を溜め込んでしまう。そんな性格だと思う。もし俺が任務で何も言わずに消えたり、怪我をしても
問い詰めたりはしないだろう。ずっと不安を溜め込んで、それを爆発させることもできずに自滅してしまうような気がして、不安なんだ。お前、そこまで本気で将来。本当だよな。確かに。確かに。そうだよね。もう、そこまで考えてるっていうね。付き合ってすぐにそれは重くないか？そんなに重くて相手にドン引きされないか心配だぞ。まあでもどうなんだろうな。こういうのってね、その一般的な女の子的にはどうなんでしょうね。こう結婚を前提にみたいな話だろうな、多分。俺は真面目な話をしてるんだな。いや、すまんすまん。そこまで本気で先のことを考えているとは思ってなかったから。ついな。まあな。自分の仕事のことは理解してる。それでも好きになって一緒にいたい。そばにいてほしいと思ったんだ。本気というのは正直自分でもよくわからないが、少なくとも半端な真似はできない。するつもりもない。なるほど。そこまで言うならわかった。わかった。え、いや、話していいの？任務については言わずもがな。うん。具体的なことは話すな。ああ、なるほどな。その名前とかも出さず、まあ俺はこういうのに所属してますよみたいなね、そのぼやかしてみたいな。ただお前たちはまだ若い。将来について話したりもするだろう。そういう例え話みたいなものに関しては好きにしろ。おお。言論統制じゃあるまいし、さすがにそこまで俺から口を挟むこともできんからな。ありがとうございます。びっくりマークいいね。繰り返すが、具体的なことは何も言うなよ。分かってます。約束だぞ。それさえ守るのならこれ以上はうるさく言わん。そこまで考えてるならいずれはぶつかる問題だ。ああ、結果の報告だけはしろよ。了解です。おお、まあとりあえずな、言っていいっていう感じ。まあもうほんと葉月さんルートみたいな感じだな。相手がどう解釈するか分かんないけど、まあそういうことよな。言う内容は考えなければいけないが、なんとか了承を得ることができた。あとは、ミブさんが納得できるような、いい説明を考えなければ。似てるな、ちさきさんと。ねえ、佐藤。お眉間に深いシワを刻んで、一体どうしたの？恭平。いやー、ちょっと考え事をな。考え事？僕でよければ、話ぐらいは聞くけど。ん？ああ、ありがとう。だが、その気持ちだけで十分だ。そう？ああ、これはちょっと相談できないことなんだ。わかった。そう言うなら。でもま、何かあったら言ってよ。僕にできることがあるなら手伝うから。ありがとう。その時は頼りにさせてもらうよ。できれば相談をしたいところだが、恭平にも打ち明けられない俺の問題だ。いや、少し違うか。これは俺とミブさん二人の問題なんだ。先輩。お、おはようございます。でもあれだな、恭平の下りを出したのは何だったんだろうな。そこで、まあ、ちゃんとね、恭平も出してあげないとなっていうのもあったんだろうけど。なるほど、なんかいろいろとこう伏線を張ってるのかな。さあ、それよりもそれよりもミブさんだ。バックログ画面ですね。なぜ俺これをお気に入りボイスにしなかったんだ。おはよう、ミブさん。何そのイヒイは。何これ。うん。どうした？どうしてしまったんだ、千崎さん。なんかダメだな。先輩と一緒にいるだけで顔が緩んじゃいますよ。俺だってそうだ。朝からミブさんの可愛い顔を見られたせいで小躍りしそうだ。気持ち悪い、なんか。まあ嬉しいんだろうな、でも千崎さん的には。さすがにそれは言い過ぎでしょう。そこまで大げさだとわざとらしいですよ。それな。でも嬉しいです。本心なんだかな。本心だからこそ逆に気持ち悪いな、なんか。そしてちゃんと、そっか、それをね、旗から恭平が見ているというね。なんかすっすごいイチャイチャしてるけど、二人ってもしかして。あ、なるほど、そういう役か。恭平はそういうあれだったか。ああ、
俺はミブさんと付き合ってるんだ。へえ、それはおめでとう。ありがとうございます、スオ先輩。それでそんなにイチャイチャしてるわけか。僕が気づいてなかっただけで、もしかして二人ずっとこんな調子なの？まあ大体は。そばにいるのが申し訳なくなるくらいいつもイチャイチャしてますよ。いや、ナナミさんもなんか居づらいかもしんないけどな。おい、まさかナナミさんと恭平が結ばれるルートとかあんのかこれ。こっちでは。ああ、確かにこんなにイチャイチャされてるとね。まあな。はあ、これから先輩と離れ離れになっちゃうんですね。いや、もう本当に本当にあれだな、千崎さんもあの乙女がどうに言ってますよね。授業だからな、こればっかりは仕方ない。もっと先輩と一緒にいたいのに。一緒にサボっちゃいましょうか。おお、そんなことまで言い出すのか。そうしたいのは山々だが、さすがにそれはまずいだろう。山々なんか。先輩って意外と生真面目ですよね。そんなところも好きです、先輩。いや、畳みかけてくるね。すごい波状攻撃だな、ほんと。ミブさんって意外とべったりする方が好きなんだな。そりゃ、大好きな人が相手ですもん。おー、着飾らないってことね。俺も甘えてくれるミブさんが大好きだ。ありがとうございます。だからそのさ、その、イントネーション、毎回気になるな。ありがとうございます、みたいな。あの、デートの時もあったな。はいはい、ごちそうさま。ごちそうさまです。なるほど。これはめんどくさいわ。そうなんですよ。まあ、二人が幸せそうなのは、私としても嬉しい限りなんですが。一緒にいるだけで胸焼けしそうだよ。僕、先に行くから。ああ、待ってください。私も行きますから。あ、なんか、すっかり呆れられちゃいましたね。恭平と一緒にナナミさんが行ってしまったな。そうみたいだな。やっぱり私、構えすぎでしょうか。多分、あの一瞬だけだったら、マユさんにも匹敵してたかもしれないな。先輩は、こういうべったりって嫌いじゃないですか？全然嫌いではない。ただ、ちょっと意外ではあったが、ミブさんがこんなに年下らしく甘えてくれるとは思ってなかったから。わあ、確かにね。だって、先輩とはクラスどころか、学年も別です。日中は全然一緒にいられないじゃないですか。それに先輩のクラスには魅力的な人も多くて、ちょっと心配。取られないか？俺は浮気なんて考えたことないぞ。それは分かってます。疑ってるわけではなくてですね、一緒にいられるのが他の人より短い分、二人の時間の密度を濃くしたいな、なんちゃって。そっか、じゃあね、もっと濃厚な時間を作らないといけないな、今後な。それでこんなにべったりと。謝らなくていい。いや、むしろそんな風に考えてくれて嬉しいぞ。それに、好きな人とイチャイチャするのが嫌なわけじゃないか。ない、じゃないからなのかな、これ。ないか。はい。だから先輩も、私に甘えてくれていいですからね。気兼ねなく、二人で密度の濃い時間を過ごす。そのためにも、例のことを早めに打ち明けておいた方がいいだろうな。ミブさん、何でしょう。今日の放課後、俺の部屋で二人きりで過ごさないか。おい、行ったね、サトルくん。ねえ、その、いや、まあ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 、トライ用によっては的な感じになっちゃうからな、それな。もちろんオッケーです。あ、オッケーなんだね、それ。先輩と一緒の時間ですもん。うん、むしろ。こちらからお願いしたいぐらいですよ。その深い意味で撮ったのかどうなのかわかんねえな、そのテンションだと。放課後、今から楽しみです。お菓子とか持って行った方がいいですかね。いや、お菓子はいいよ。そうですか。あれ、お、気づいたか、千崎さん。表現の仕方がちょっと意味深なことに気づいたか。先輩、なんだ
か緊張してません？あ、なるほど。いや、よく気づくよな。ちょっと、大事な要件があるから。大事な要件？二人きりで大事な要件。そんなのな。俺たち、二人の未来に関わる、大事な要件だ。もうさ、言い方。な、サトル君、言い方なのよ、全部。私たちの未来に関わる、大事な要件。もうすべてが誤解につながっていくのよ、ある一つの。その、気になるだろうが、詳しいことは俺の部屋で。こんな外では、口にはできないことなんだ。それに、心構えとかも必要だ。なんだこれ。もうさ、言えば言うほど、口を開けば開くほど、あっちにしか聞こえなくなってくんだ。だから、放課後に。はい。よくわかりませんけど、わかりました。よくわかんなくてよかった。佐々木さん、よくわかんなくて、とりあえずよかったわ。それはそれで、あ、まさかわかってるっていう。大事な要件ってなんだろう。こっちには疎いのか。なんか新しいな。他のその気持ちの機微とかいろんなところには悟いのに、こっちは疎いのか。まさか別れ話とか。いやいや、二人の未来に関わることだからさすがにそれはないと思うけど。二人の未来に関わる大事な要件。うん。しかも外では口にできないようなこと。はい。加えて心構えも必要。お、何か浮かびましたか。あの、エコーがすごいんだけど。それ、すごいエコーだったよ、今。エッチのお誘いなのではなかろうか。確かに、それなら、先輩があんなに緊張してた理由もわかる。うん、そうなんだよね。もう言い方的にそれにしか聞こえねえんだよな。そういうことに、あんまり興味なさそうなふりしてたけど、やっぱり先輩も男の人なんだ。いやまあそう、それはサトルくんの、サトルくんなりの返し方だったからな。うん。別になんかそう、エッチーから返したみたいなのは、まあ若干あるかもしれないけど、あの場面ではもうああいうのが多分サトルくんの正解だったっていう、あの精一杯の気持ちだったと思うぞ。もう先輩ってば真面目に誘いすぎだよ。そういうことはもうちょっとわかりやすく言ってくれないと。身支度とか、いろいろあるんです、先輩。エッチ。先輩とエッチ、しちゃうんだ。私。想像すると、恥ずかしくて顔が熱い。でも嫌じゃない。ドキドキしてくるけど、嫌なわけじゃない。好き。先輩のことが大好きだから、ちょっと怖いけど、どこか期待してるような自分もいて。エッチを期待って大丈夫よ。他のヒロインだとなんか俳句を唱えてるやついたからな。ミブさん、何、どうしたの？顔真っ赤だけど大丈夫？大丈夫大丈夫。俳句をね、読まないだけ大丈夫よ。うん。大丈夫じゃないかも。大丈夫じゃなかったか。病気とか、私、自分で思ってるよりもエッチなのかもしれない。カミングアウトしていく。はい。で、どうなったんだその後。そして迎えた放課後、俺はミブさんを迎えに行って。どうなった？お邪魔します。ズレ漫才が始まるのか。来ましたね。まあ、他のね、実況とかではね、結構ズレ漫才系のシーンとかあったんですけど、ゆずソフトさんとかだとね、甘色とかはあったんだけど、他であんまりなくて、ちょっと楽しみですね。ああ、適当にゆっくりしてくれ。まずお茶でも入れるから。ああ、はい。どうぞ、お構いなく。
もうこの緊張感な。ミブさんはなぜそんなにも荒い息なんだろう。体調が悪いということもなさそうだが。お待たせ。これ良ければ飲んで。ありがとうございます。お礼を口にしてからミブさんは俺が出したお茶をぐいっと煽る。そして一気に喉に流し込んだ。大丈夫か？喉が渇いてるならもう一杯入れようか。いえ、もう平気です。それに、あんまり飲むと大事な時にトイレに行きたくなるかも。ですし。そうだよね。大事な時にトイレに行くとね、やっぱムードがな。あれになりますもんね。そうか。わかった。まあ、そうだな。また男子ならね、結構あるかもしれないけど。女子でもあんのか。話の腰を折られると俺も話しづらい。それで先輩、二人の未来に関わる大事な要件についてなのですが。はい。ああ、そうだな。あまり引き伸ばしても仕方がない。そうですね。では、どうぞ。私の方はその心の準備は終えてますから。なんかけなげだな。全然違う話なんだけど、けなげだな、もうこれな。これから全然違う話始まるけどな。わかった。軽く深呼吸。そして気持ちを落ち着けたから、俺は口を開いた。俺は、実はちょっとした仕事をしているんだ。はい？まあ、アルバイトとでも考えてくれ。ただし、それがどんなアルバイトなのか、詳しいことには答えられない。はあ、そうなんですか。これから付き合っていく中で、俺はその仕事を優先しなければいけないこともあると思う。仕事中は連絡が取れなくなるだろうし、もしかすると怪我をするかもしれない。そういうことがあっても、俺を信じて深くは聞かないでほしい。はあ、俺にとってミブさんは本当に大事な存在なんだ。重いと思われるかもしれないが、これからもずっと二人でいられれば、と将来なんかも考えてしまうぐらいに。だからこそ、俺の仕事のことを今のうちに説明すべきだと思った。いや、本来なら告白の返事の前に打ち明けておくべきだったんだが、あの時は、あまりに嬉しくて浮かれすぎて、頭がそこまで回っていなかった。大事な要件っていうのは先輩のアルバイトの話ですか？そうです。エッチしたいとかではなくて。来たね、ちさきさん。え、そう言うんだな、言うんだな。私だけなんかそっちの妄想しちゃってふーとかってなるのかなと思ったら、もう普通になんかすごい残念そうな顔で、エッチじゃなくて。あ、そっちなんだな、千崎さんは。エッチした。あ、なんだって。ああ、いえ、気にしないでください。ただの聞き間違いですよ。聞き間違い。ごめん、もう脳裏に焼き付いちまったんだ、今。なんか今、聞き捨てならない言葉を聞いた気がするんだが。いや、まずは俺の本題をしっかり伝えておかねばならない。とにかくだ。何度も言うが、ミブさんは俺にとって大事な人だ。俺を好きだと言ってくれた人を後悔させたくない。ミブさんの素敵な笑顔を守りたいと思ってる。言うね。私ってばとんでもない勘違いをしちゃってた。恥ずかしい。やっぱこうなるのね。やっぱこうなるのね。そっか、普通にさっきのあの冷静に確認だったのな。先輩がこんなに真面目に私のことを考えてくれてるのに、エッチのお誘いって思い込むとか。大丈夫、千崎さん。あの言い方はそうとしか取れない。普通の人は。私やっぱりとんでもないムッツリなのかな。穴があったら入りたい。言い方好き。俺も穴があったら入れたい。
何も説明せずに俺のことを信じろなんて勝手な言い分なのは理解している。今さらこんなことを言い出すのも卑怯だと分かっている。それでも俺はミブさんとこれからも一緒に過ごしたい。つまり先輩と一緒にいたいなら詮索しないことってことでいいですか？ざっくり答えるならそうなる。当然仕事に関することだけで、他のことには恋人として踏み込んでくれて構わない。というのが俺の話なんだが。わかりました。いいのか？その気にならないのか？いや、言い出した俺が言えることじゃないと分かってはいるんだが。そりゃ気になりますよ。当たり前でしょ。怪我をするような危ないことなのかとか、それって浮気をごまかす言い訳に使えそうとか。あ、確かに当然の疑問だと思う。何も知らない人を好きになったりしませんよ。いくら私でもそこまでのお天気じゃありません。先輩自身、そしてななみちゃんを通してちゃんと相手を知ったからこそ好きになったんです。そんな先輩が真剣な顔で言うのならそういうことなんだろうなって。ミブさんなんて余裕をかましてられるのは今だけかもしれませんけど、実際に秘密が続くと辛いかも。ああ、そういうこともあると思う。だから先輩、私にも先輩の力にならせてほしいです。おっと、力にと言われても。アルバイトを手伝いたいなんて無茶なことを言っているわけじゃありません。おう。でも先輩が仕事で疲れてたら私が癒してあげて。ああ、なるほどな。どんな仕事をしてるかわかんないし、なんかいろいろ疑問あるかもしんないけど、その癒す役は私にやらせてくださいってことか。そうだな、ななみさんがな、こう癒してくれたり、まあいろいろ今まではなやってくれたんだろうけど。もし怪我をしたとしたら、うん、私が手当てをしてあげたい。能力がないですけど、こればっかりはななみちゃんにも譲りたくないんです。ななみさんにもな。みぶさん、先輩のお仕事については聞きません。でもその代わり先輩の日常は全部私にください。いやー、いい子だな千咲さん、本当に。もう理解力があるというか。だから先輩、うん、これからは私のことちさきって呼んでくれませんか？それな。みぶさん、みぶさんってずっと言ってたからな。ちさき。はい、ありがとうございます。先輩、俺は名前で呼ぶのに、ちさきは先輩のままなのか？その方が先輩は嬉しいかなって。なんのその性癖なんだ。どういうこと？サトルードがの方がなんか嬉しいと思うけどな、ちさきさんに言われるのな。ちさき、俺のことをかなりの変態だと思っていないか？そんなことはないですよ。これは責められるのが楽しそうだな。あ、もちろん私の日常は全部先輩のものですからね。ありがとう、ちさき。愛してる。愛してる。感極まった俺は思わずその小さな体を腕の中に抱き寄せた。あれ、この流れは。なんていい子なんだろう。冗談ではなく涙がこぼれそうになってしまった。まあでもほんとそうだね。おそらくコミュニケーション能力が高い千咲なら、千咲ならね、雰囲気を察したということもあるだろう。それでも普通はこんなにあっさり納得できるものじゃない。ちょっと考えさせてってね、なるパターンも結構あったと思うけど。ちさきだって本心から納得したわけじゃないんだろう。それぐらいは俺にだってわかる。それでも俺のために受け入れてくれたんだ。だったらその気持ちにはしっかりと行動で応えていこう。決してちさきを悲しませないように、傷つけないように。先輩、嬉しいですけど苦しいですってば。すまない、つい嬉しくて。とりあえず今後ともよろしくお願いしますってことでいいんですよね？もちろんだ。よろしくお願いします。はい。笑いながら、ちさきが俺の胸に頭を預けてきた。当然優しくそれを受け止める。そして、愛おしい存在を抱きしめながら、
彼女の可愛らしい耳に囁いた。何をだ。ところでさっき、エッチしたいとか言ってなかったか。それは、聞き間違いだって言ったじゃないですか。なのになぜこのタイミングで。やるしかないだろこれ。こちらの話にはケリがついたから。実は話している間もずーっと気になっていたんだ。男としては聞き流せない、あの言葉は。だろうな。俺だって聞き流せない。聞き捨てならないんだよ。その反応からするとやっぱり俺の聞き間違いではなく言ってたのか。恥ずかしそうに無言でうなずく千咲。やっぱり言ってたのか。違うんですよ。そもそもは先輩がいけないんですからね。そうだ。意味深なこと言って私を惑わせるから。そうだそうだ。本当だよな。俺はそんな勘違いさせるようなことを言ったか。何を言ってるんだ。だって二人の未来に関わる大事な要件で、外では言えないようなことでね、心構えも必要って言ったじゃないですか。なあ、しかもあんな緊張感ある感じでな。そんなのなあ、一つしか思い浮かばないよ。ああ、言ったな、確かに。だから、先輩も男の人だから、やっぱりエッチしたいのかなって。俺はそんな気持ちで千咲を好きになったわけじゃない。なんだそれ。というのも本心なんだが、それはまあ普通に興味もある。ですよね。普通そうですよね。やっぱり。確かにこれも俺たちの未来に関わる大事なことだ。だから確認しておきたいんだが、怖いか？そりゃ怖いですよ。経験ないですし。そうか。でも、勘違いしちゃう程度には、私も、気になってると思います。そうか。千咲はその勘違いをしたまま俺の部屋に来た。それってつまりそうだな。わかったか。千咲。はい。やばいぞ。暴走するか。舌で答えるしかないな。さっきの俺の日常をあげるから千咲の日常をもらうっていう約束、早速実行してもいいだろうか。うん、つまりそういうことですよね、千咲。あ、先輩。もうモード入ったね。痴漢モードに。嫌だったらはっきりと拒んでくれ。そしたら諦めるから、少なくともしばらく。それ、うん、キスの時に私が言ったことじゃないですか。確かに。ここで逆にな。まあでも本当に拒んだヒロインはいますけどね。無理ですっつってゆっくりと顔を近づけた。だが千咲に拒む様子はない。恥ずかしそうに笑いながらゆっくりと目を閉じて顎を上げる。うん、舌でね答えても抵抗はないと。以前のように驚くこともない。そのまま受け入れ、答えるように千咲からも舌を絡めてくるぐらい積極的だ。そんな恐る恐るじゃなくていいですよ。言ったじゃないですか、先輩のことは私が癒してあげますって。はい、ということでですね、このムード確実に例のシーン入ると思うので、この先は皆さん、ご購入して見ていただければなと思います。はい、千咲さんにぜひぜひ皆さん癒されていきましょう。次号にお会いしましょう。それでは、バイバイ。